こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代から脱おじさん化するための方法5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕も気づけば40代に入りまして、ちょっと時間が経ったわけなんですけども、世間的にはいわゆるおじさんと呼ばれる世代かなと思うんですね。ただ自分としては30代の頃からそんなに感覚も変わってないし、まだおじさんと呼ばれるのはちょっとしんどいなと思う部分もありまして、なるべくですね、40代に入ってからも若々しくアクティブに動けるように、いろんな工夫をしているわけなんですね。その結果、結構周りからはそんなにこう40代に思われないだとか30代に思われることも多かったりするので、そのあたりは僕のですね、脱おじさんテクニックがうまく機能してるんじゃないのかなと思ってるんですね。そこで今回は僕が考える脱おじさん化の方法ですね、5つご紹介することで、皆さんと一緒にですね、40代パワフルにですね、楽しく生きるためにいろいろと方法を考えていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。また今回は僕の中で5つ挙げていますが、皆さんの中でもこれは結構大事だよとか、これやった方がいいよだとか、そういったものがあればぜひコメント欄にどしどしと書き込んでいただきたいんですね。この動画自体が、あらゆるですね、40代から若々しく見えるための方法がちゃんと網羅できるとですね、僕自身も嬉しいかなと思いますので、ぜひ皆さんもお力添えいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは40代から脱おじさん化するための方法をですね、皆さんと一緒に共有をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は僕の専門ジャンルであるファッションから選出をしたいなと思ってるんですが、これめちゃくちゃ重要です。一つ目、服を一気に入れ替えるという項目ですね。僕自身もそうなんですけども、40代に入ってくると結構ですね、自分自身のお気に入りの服だとかスタイルというものが固定化されていて、それがですね、ずっと続いてきてしまっていて、変えるのがめんどくさいし、なかなか勇気が出ないという方は少なくないかなと思うんですね。ですので自分がファッションが好きだった時代ですね、20代後半から30代前半ぐらいの感覚のまま、同じようなお店で買い物をしていたりだとか、同じようなテイストだとか、同じようなサイズ感の服をずっと買い続けていたりだとか、かつてのお気に入りの服を未だに着ていたりだとか、そういった男性は少なくないかなと思うんですが、ファッションが相手に与える印象っていうのはめちゃくちゃ大きいので、ここが今の時代とうまくマッチしてないとめちゃくちゃおじさんっぽく見えてしまうので、ぜひ皆さんにも持っている服を総点検していただきたいんですね。今回はあえて言い切りたいと思うんですが、3年以上前の服はもう手放すぐらいの覚悟を持ってとことん断捨離した方が若々しく見えるかなと思います。かつては服っていうのはちょっと高いものを買って長く使うみたいなものもすごくいいなと僕自身も思っていたんですね。いろんな名作と呼ばれるような服を買ってきました。だけどもそういったものすごく大事だっていうことは変わりはないんですが、最近は世の中の流れ、あらゆるジャンルでスピードが速い、どん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 回転していく中で、トレンドみたいなものもやっぱりですね、変化するスピードが速くなってるんですね。そんな中で一度買ったものを一生ものとして使うことも難しいし、10年以上使うってことも難しい。5年経てばどんなにいいものであっても鮮度が落ちてしまうし、それなりにくたびれてしまいますし、今の時代とフィットしなくなってくるので、そんなに高い服を長く着るというよりはですね、ある程度自分にとって無理のない価格帯で服を買って、それをだいたい3年ぐらいでしっかりと使い切って新しいものに入れ替える、こうした方が清潔感は漂うし、今のトレンド感にもフィットするかなと思うので、もう3年一区切りで服を入れ替えていくというのはすごくいい習慣なのかなと思っています。僕自身ですね、今まで何冊か本を書いてきていて、服の入れ替えるタイミングというのはだいたい5年ぐらいを目安という形で書いてきたんですが、それがもう年々早くなってきてるんですね。今であれば3年ぐらいを目安にすんごい高い10年前の服を着てるよりも、意外と今ですね、セレクトショップで並んでる服だとか、場合によってはユニクロの服なんかの方が今っぽく見えたりだとか、あとは大切なのは清潔感なんですよね。僕ら40代以上の世代になってくると、若々しく見せるためには一定の清潔感が大切になってくるんですが、10年選手の高い服というのはどうしてもですね、服の雰囲気もくたびれて見えますし、鮮度が落ちてるので、そういったものからは清潔感というものがなかなか見えづらいので、もしおじさんっぽく見せたくないのであれば、新しさというところはやっぱり意識した方が断然いいのかなと思っています。そしてトレンド感というところは、40代以上の
人の男性はどれぐらい取り入れるべきなのか、ここも重要かなと思ってるんですが、バキバキにですねトレンドを取り入れる必要は全くないんですよ。10代20代の世代が慣れ親しんでるようなファッションっていうものを僕たちがやってしまうと、見た目は大人なのにファッションだけがめちゃくちゃトレンド感が強すぎてなんかフィットしないというところ、これまたですね無理してる感じが出てしまうので、あんまり素敵には見えないので、40代以上の大人の男性であればトレンドは意識した方がいいんですが、そんなにやりすぎないぐらいがいいかなと思っています。かといってドベーシックに定番的な服を着ていても、それまたですね若々しくは見えないので、適度なトレンド感、このあたりを意識するといいかなと思います。いわゆる最新のトレンドなんかはいらないんですね。例えばコレクションブランドの最新のトレンドを取り入れてみるだとか、そういった必要もないですし、無理にオーバーすぎるサイズの服を着る必要はないんですが、適度にトレンド感のある服ですね。例えばオープンカラーシャツだとか、やや緩めのサイズのボトムスだとか、スニーカーだったらニューバランスだとか、まあそういったトレンド感のあるアイテムなんだけども、昨日今日出てきたものではなくて、ここ数年なんとなくトレンド感があるよというところで徐々に浸透してきたようなもの、ちょっと遅れたぐらいのトレンドぐらいを取り入れるぐらいでも全く問題がないかなと思うんですね。まあそれぐらいの方が世間的にも目が慣れていますし、ちょうどフィットしやすいかなと思うので、程よいトレンド感を交えながらお洋服を選んでいただければ結構おじさんっぽく見えることがないかなと思いますし、僕が普段チャンネルの中でご紹介している着こなしそのものがまさにこのあたりをついてるんですね。最新のトレンドを学ぶのであれば僕のチャンネルはあんまり適してないと思います。それよりも第三者が見た時に清潔感があって程よくトレンド感のあるようなスタイルをよくご紹介しているので、このあたりを掘り下げたい場合は僕の過去の動画を見ていただければ、まあ、様々なアイテムですとかコーディネートの方法をご紹介しているかなと思うので、ぜひそちらを参考にしながら3年を目安にファッションを大きく変えるというところ、ぜひまずはですね断捨離から始めていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、ヘアスタイルを変えるというところなんですよね。これまた難しいところで、先ほどもお伝えしましたが、40代に入ってくるとだんだんですね自分のスタイルというものが確立してきて、それを大きく変えるのがめちゃくちゃ怖いし、すごく抵抗感があるんですね。ヘアスタイルなんかはまさに顕著で、大人の男性だったらもう結構長いことずっと同じ美容室に通っていて、同じ担当者の方に同じようなヘアスタイルを依頼している方がめちゃくちゃ多いんですね。これを変えるのはすごく勇気がいることなんですが、ヘアスタイルってものすごく重要で、これまたトレンドの影響とかもすごく受けやすいようなものだと思ってるんですね。なのでかつての自分にとっての鉄板の髪型が今もですね鉄板かというと、そんなことはないかなと思います。まあ時代も変化をしていくし、あとは自分自身も変化をしていくわけですよね。肌の質感も変わってくるし、見た目の体型だとか雰囲気も変わってきます。髪に関しては顕著で、髪の毛の量が減ったり、髪の毛の一本ずつの太さが変わって細くなってきたりだとか、白髪が混じってきたりだとか、おでこが広くなってきたりだとか、あらゆる問題がですね少しずつ見えてくるのが40代以降かなと思うんですね。まあその時にヘアスタイルがずっと変わらないというのは、やっぱりこうズレが出てきてしまうところなので、ぜひ40代に入ってからヘアスタイルを大きく変えてみるということを皆さんにもお勧めしたいなと思います。そういう僕自身ですね、ずっと同じような髪型してきたわけなんですね。横と後ろは短めで、前髪は後ろにですね流すような形で、だいたい七三ぐらいに切って分けて額を見せるみたいなスタイルをもう何年やってただろうな、10年以上やっていたんですよ。まあちょこっとずつ変えてはいるんだけども、大枠は変えずにですねずっと来てしまったわけなんですが、まあ徐々にですね僕自身も飽きてきたのと、なんかちょっとこう時代の雰囲気ともフィットしないな、ワクワクしないなというのがあって、最近大きくヘアスタイル変えたんですね。皆さんもそろそろ見慣れてきた頃かなと思うんですが、僕もそうだと思いますし、皆さんも僕の髪型、最初はですねちょっとなんか違和感あったと思うんですが、それが結構1ヶ月ぐらい続いていくと嫌でもですね見慣れてくるわけなんですね。なので新しいヘアスタイルというものをぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですね。今の自分の年齢だとか、今の時代の雰囲気に合ったヘアスタイルに美容師さんと相談をしながら変えてみるというのはすごく有効で、そのためにはいつもの美容室にずっと行ってるとなかなか言いづらかったりするので、あえてちょっと違った美容室に変えてみて、そこで美容師さんと髪の問題点だとか悩んでるところを話し合いながら、どんな新しいヘアスタイルを目指すのか、この
あたりをお話しした上で髪型を模索してみるというのが40代に入ってからはめちゃくちゃ重要だなと思います。髪型の印象はものすごく重要です。なぜなら僕自身も今皆さんの前でお話をしていますが、この顔周りですね、ここが一番映ってるわけで、その中でヘアスタイルというのはすごく重要度が高いので、まあ、ぜひ皆さんもですね、40代に入ってから改めてヘアスタイルを変えてみるというところ、ここにですねリソースを割くようにするとだいぶ印象が変わるかなと思うので、トライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、毎日の基本的なスキンケアを怠らないということなんですね。まあ、僕ら世代ってメンズ美容みたいなものが若い頃に浸透していたかというと全くそうじゃなかったと思うんですね。顔を洗った後に化粧水をつけるということもやってる人はそんなに多くはなかったんですが、それがですね、僕ら世代が30代になるとだんだんですね、周りにも化粧水をつけてる人も増えたりだとか、多少のケアをしてる人も増えたんですが、やっぱりですね、それでも40代以上の男性の中でしっかりと肌のケアをしている方はそんなに多くはないかなと思います。だけども肌のケアの必要があるのは10代20代の若い世代ではなくて、僕たち大人世代こそめちゃくちゃ重要なんですね。肌の状態で結構若く見えるかおじさんっぽく見えるかは大きな違いが出るので、ぜひ皆さんも面倒くさくない範囲内でぜひ毎日ですねスキンケアを行っていただきたいなと思うんですね。例えばどんなことをやればいいのかというと、具体的には2つになります。まずは外出する前に僕が必ずやることは毎日日焼け止めを塗るということなんですね。これめちゃくちゃ大切だと思うんですが、多くの男性は例えば夏の期間外で遊ぶ時には日焼け止めを使うよという方もいらっしゃると思います。もちろんそれは大事なんですが、そうじゃなくてもう日常的にもう毎日どの季節も日焼け止めを塗るという習慣をつけた方が肌へのダメージは防ぐことができるかなと思います。まあ、肌についてできることって結構ですね限られていて、日焼けをしないということ、毎日ちゃんと保湿をしてあげるということ、この2つがすごく重要だと言われているんですが、ここだけ怠らないだけでもだいぶ違いが出てくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも日焼け止め塗っていただきたいなと思います。僕自身いろんな日焼け止めを試してきましたが、無印良品のものでも全然いいと思います。特にですね、無印良品ってこうプッシュして気軽にですね、日焼け止め出せるので、毎日使うにはすごく便利なんですね。なので無印良品のこういったものでもいいかなと思います。僕が最近よく使っているのはこちら、クワトロボタニコのですねオイルコントロール&UV ブロックというやつですね。これを使っています。塗った時に白く浮くようなこともないし、香りも含めてすごく使い勝手がいいし、肌への負担というところが少ないんですね。日焼け止め僕はもう毎日塗ってるので、なるべくですね肌への負担は低くしたいなと思っているので、まあこれすごく便利だったかなと思います。まあ Amazon とかでも売ってるので、ぜひ皆さんも気軽にですね見ていただきたいなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね毎日日焼け止めを塗るというところは必ず行っていただきたいなと思います。あとはですね、先ほどもお伝えしましたが、お風呂から出た後の肌のケアですね。僕もですね最初のうちはめんどくさくてオールインワンジェルみたいなものを使っていたんですね。まあこちらを見ていただきたいんですが、一番代表的なのはこちらの DHC のオールインワンジェルなんですけども、これも結構長く使っていました。まあだんだん僕もですね年齢を重ねるごとにスキンケアにはある程度はですね意識した方がいいかなと思っていて、今はオールインワンジェルではなくて洗顔した後に化粧水をつけて、その後に美容液をつけて、そして乳液をつけるというですね、まるで女性のようなケアをしているわけなんですが、このあたりはもう趣味的な範囲と言いますか、まあ、僕自身このようにですね週に4本動画を撮っているので、まあ、そこそこですねメンズ美容にも気を使っているのでちょっと頑張っているわけなんですが、まあ、基本的にはこの化粧水と美容液と乳液の役割をですね1本で賄ってくれるようなオールインワンジェル、これを塗っとけばまず間違いがないかなと思うので、ぜひこういったものですね皆さんも使うことで基本的なケアをしていただきたいなと思います。ここでちゃんと保湿をして紫外線をガードしてあげれば、だいぶ肌の状態というのは整えられるかなと思います。で、ここからはちょっと上級編ではあるんですが、すでにですね、40代ぐらいになると、大きめのほくろができていたりだとか、大きなシミができていたりだとか、そういった男性少なくないかなと思うんですね。これは日々の積み重ねでどうしても出てしまうものなんですね。僕は学生時代陸上部でほぼ一年中ですね、外で紫外線を浴び続けた男なんですね。その時には残念ながら日焼け止めほとんど塗ってませんでした。その負担がですね、30代中頃からもろに出てきてるわけなので、なんか気づけばこのほくろでっかくなってるなとか、ここのシミ超気になるな
ナーというのが増えてきたので、顔の中でも結構目立つようなシミだとかほくろは実はレーザーで取り除いています。これはですね、僕自身が実験台として本当にですね、この数年いろんなことをやってきたんですが、ほくろだけで多分10個以上取ってると思いますし、シミもですねレーザーで多分20個以上取ってると思います。これはですね、だいぶニッチな世界かなと思うんですが、せめてですね、自分の顔の中にあるこれは目立つなと思うですね、1、2個のほくろかもしくはシミに関しては取ってみるというのもすごくいい手段だと思います。意外とですね、そんなに手間も時間もお金もかからないんですよ。クリニックによって値段は変わってきますが、ほくろだとかシミを取るのにだいたいですね5000円から1万円前後で気軽に取れてしまうものですし、そこまで大変なですね施術でもないので、意外と気軽にできるものなので、ぜひ皆さんも気になるほくろだとかシミがあったらそれ取っちゃった方がかなり若々しく見えます。これかなり僕自身もいろんなメンズ美容をやりましたが、シミとほくろ目立つものを取るというのはかなり効果のある脱おじさんテクニックの一つかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、無理のない範囲で体型維持をするというところですね。やっぱりですね、30代後半ぐらいから体型って、まあ、徐々に変わってくる方が多いかなと思うんですね。意識しないと体型維持は難しいです。僕自身も体型維持には結構気を使っているんですね。その結果、良くも悪くも僕は中学校2年生で今の身長があって、そこから全く伸びなかったわけなんですが、身長も体重もほぼですね、中2の頃から今に至るまで変わってないんですね。まあ、それぐらい体型管理に関してはめちゃくちゃこだわってというわけではないんですが、一定のですね効果は出せてるのかなと思います。じゃあ何を具体的にやるべきなのかというと、無理なですね筋トレだとかランニングだとか食事の管理は続かないんですよね。なのでなるべくですね負荷を小さくしながらちょっとずつでいいので習慣化するということをですね僕はやってきたんですね。例えば日々の運動というところでは筋トレなんですけども、僕は週に6日間筋トレをしています。前はですね週7日間やっていたんですが、ちょっと精神的に1日ぐらいは休みたいよねということで最近は週6日にしたんですが、基本的にはほぼ毎日行うようにしてるんですね。まあ、ちなみに筋トレって僕の中では週に 1,2 回とかやるよりも習慣化するためにほぼ毎日やってる方がはるかに楽だと思います。毎週休みの時だけやるっていうのだと習慣化されないので嫌になってやめちゃうんですよね。この経験めちゃくちゃよくあります。あとはジムに通ってたこともあったんですが、ジムもめんどくさくて行かなくなっちゃうので、必ず自宅か事務所で筋トレをやるようにしてるんですね。本当に5分ぐらいあれば筋トレ終えちゃうので、それだったらどんなに忙しくてもできるんですね。そしてポイントはめちゃくちゃ数少なくスタートして少しずつ増やしていくってとこなんですけども、僕も筋トレが嫌いだったんですよ。もともと大嫌いで、陸上部にいた頃からも筋トレもうめちゃくちゃ嫌いでやらなかったんですよ。それぐらいですね筋トレを僕は意味嫌っていたわけなんですが、まあある程度年齢を重ねてきてから、これはちょっとなんか運動しなくちゃいけないなということで筋トレを始めたんですが、最初は腕立て、腹筋、スクワット、この3つですね、それぞれ5回ずつから始めました。腕立て5回、腹筋5回、スクワット5回、これだったらできるんですよね。どんなにめんどくさくても5回だったらそんなに負荷かからないので全く問題なくできちゃうんですね。でこの5回を毎日毎日続けていきました。そうするとまずはこの筋トレの習慣っていうのがなんとなくできてくるんですね。まあ1ヶ月間ぐらい続けるとだんだんですねやらない日があると気持ち悪くなってくるんですね。なので1日5回みたいなものをまずは1ヶ月間ぐらいやるということ、大事なのは最初から負荷かけすぎないってことですよね。まずは習慣化して次の2ヶ月目から5回だったものを7回にしてみるだとか、こんな感じで少しずつですね数を増やしていくんですね。決してストレスが溜まるぐらいの分量にしないということ、これが重要で、とにかく毎日続けられるような分量を少しずつ少しずつ伸ばしてくるというのをですね、僕は何年かけてやったかな、もう10年以上やってるんですけども、その結果今では結構な負荷をかけられるようになったんですが、それでもあんまりやりすぎないようにしてるんですね。やりすぎちゃうと嫌になってやめちゃうから、やめちゃってゼロにするよりはそんなに多くなくても毎日ほぼ毎日続けられた方が確実に効果があるかなと思うので、ぜひ皆さん腕立て腹筋スクワット5回ぐらいからスタートしていただくと、まずはですね習慣化できるかなと思いますし、なんかちょっとやってるぞという自信、これまためちゃくちゃ重要なので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。
あとは食習慣ですね。このあたりは僕専門家ではないので、僕がどんなことを気にかけているのかというところだけお伝えしたいなと思ってるんですが、基本的には夜ですね。夜に関しては何を食べてもいいというルールにしていて、家族と一緒にご飯を食べるんですが、何も気にせずにしっかりと食べています。そして僕の中でコントロールしているのは、朝と昼のですね、量とか中身なんですね。まあ、なるべくですね、炭水化物は朝と昼は取らないようにしていまして、ご飯だとかパン類は食べないようにしてるんです。朝はヨーグルトとスムージーとフルーツ。まあ、これぐらいですね。もうなるべく軽めにしています。まあ、年々ですね、そんなに量食べなくてもお腹減らない体になってきたので、結構炊いてしまうんですね。とは言ってもこれぐらいの分量だと10時ぐらいからお腹減ってくるんですが、その時には水を飲むんですね。水をよく飲んでお腹を満たすようにしています。で、お昼ご飯はこの事務所で食べることが多いんですけども、ここでもなるべくシンプルなものにしていまして、コンビニで買ってきたものを食べてるんですね。でもコンビニで買うものって結構決まっていて、味噌汁ですね。味噌汁を買ってきて、あとは豆腐と納豆とナッツ類ですね。このあたりを買ってきて、一つのボウルの中にガバッと入れて、あとはその中にオリーブオイルだとか MCT オイルだとかいろんなオイル系をぶっこんでそれを食べるというのですね。もうかれこれ3年ぐらいやってるんですが、それぐらいライトな形に昼ご飯もしています。まあ、なるべくタンパク質を多めに摂るということと良質な油を摂るというところには意識をしてるんですが、これでもやっぱり量は少ないんですね。だから夜に至るまでにお腹空いたら水を飲んだりだとか、あとはナッツをちょっとおやつ代わりに食べたりしながら、なんとかですねギリギリ持ちこたえてお腹ペコペコの状態で夜ご飯を食べる。そうするといつも以上に奥さんの料理が美味しく感じるわけですね。これもまた重要で、夜はもう何にも我慢せずにしっかりと食べるというところで、まあ一日の食生活を構成してるんですが、まあ太ることないですね。ちなみにですね、この食生活をやった上で僕はですね、これ良くないと思うんですが、毎日ちょっとしたデザートを食べています。甘いものが大好きなんですね。チョコレートとかアイスだとか好きだったりするので、食事の後にデザートを必ず食べてるんですが、それでも太らないんですよ。それは多分ですね、1日の食事量をある程度コントロールしてるのと、運動も筋トレして、あとはランニングもやってですね。ランニングも本当に距離短くて、1日だいたい3キロぐらいの距離をもう歩いてんのかなっていうぐらいのめちゃくちゃゆっくりな速度で走ってるんですね。まあ、このぐらいのランニングをやってるぐらいなんですが、これでトータルですね、僕の体型というところは維持されているので、まあ一つの参考程度にですね、していただければなと思うんですが、無理なくストレスなく続けられるのがいいかなと思うので、ぜひ体型維持というところも含めて皆さん若々しさを保っていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目。これはですね、なんか具体的な服を変えるだとか、ヘアスタイルを変えるだとかっていうような行動ではなくて、結構メンタル的な部分なんですが、新しいものを面白がりながら積極的に取り入れるという習慣ですね。これは僕自身めちゃくちゃ意識をしています。先ほどから何度もお伝えしている通り、40代に入ると、新しいものを取り入れたりだとか、何かを変えるということがめちゃくちゃめんどくさくなるわけなんですね。僕自身もデフォルトはそういう設定なんで、例えばラーメン屋さんに行ったらいつも同じようなものを注文したくなっちゃうし、何かを食べる時にも同じようなものばっかり食べてしまうわけなんですね。さらには最新の音楽にあまり触れなくなってきたりだとか、新しい施設ができても、あ、そうなんだと言って全然行かなかったりだとか、まあそういった新しいものにトライをすることがめんどくさいし、それをやった時になんか失敗したら嫌だなとか、めんどいなっていうところがすごく強くなってしまいがちなんですが、そこをあえてですね、なるべく面白がりながら取り入れるような努力をしているんですね。このメンタリティがすごく重要で、これがないと一番最初にお伝えしたファッションを定期的に変えるということもできないし、ヘアスタイルを変えるということもできないし、スキンケアをやるということも今までやらなかったことをやるってことなので、これもスタートできないんですよ。すべての基本が新しいことを否定しないで、まあ面白がりながら取り入れるというスタンスなんですね。ここさえあれば、いろんなことを柔軟に楽しむことができると思いますし、まあ、40代以降も自分自身をどんどんアップデートし続けることができるんじゃないのかなと思います。これもう無理やりにでもやらないとダメじゃないかなと思ってまして、苦笑いしながらも新しいものにトライをしていくってことはすごく重要だなと思います。僕自身この YouTube もまだですね、ファッション系 YouTuber という方々がほとんどいない時からですね、4年半前からやってるんですよ。YouTube やって何
になるのかなってよくわからない時期からやり始めましたし、 YouTube のショート動画も今年は始めましたし、仕事に関してもファッションに関してもあらゆるジャンルに関して新しいものに関しては寛容でありたいなと思ってますし、まずは文句言わずに触ってみるっていうことをやってるんですね。チャット GPT が出てきたらもう真っ先に使うし、新しい技術があったらとにかく触ってみる、面白がりながらやってみる、こういったところを諦めないっていうスタンスはすごく重要で、なぜなら時代の変化が最近はめちゃくちゃ早いので、今までの自分自身で死ぬまで走り切れるか逃げ切れるかっていうと僕は無理なんじゃないのかなと思ってるんですね。ガラケーでずっと逃げ切れると思っていた人も多いかなと思うんですが、もう皆さん当たり前のようにスマホを使ってると思います。新しいテクノロジーだとか新しいものっていうのは自然と自分の生活の中にマッチしていくものなので、避けては通れないものなんですね。なのでそういった新しいものが出てきた時に、もう自分はそのいらないとか、もう自分はそういうのはもう卒業したからとか、もう今から遅いだとかっていうんじゃなくて、もう今日から始めでもいいので、とにかく新しいものも少しずつでいいのでトライアンドエラーをしてみるというスタンス、これはめちゃくちゃ重要かなと思うので、僕も含めて日々言い聞かせているので、ぜひ皆さんも新しいものですね、新しい新商品の食べ物を食べてみるのもいいと思いますし、渋谷に新しい建物ができたっつったらそこに遊びに行ってみるのもいいし、なんか新しい技術があったらトライをしてみるというスタンスですね、お互いに意識しながら楽しんでいけたらなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。気がつけばかなり長くなってしまいましたが、今回はですね、40代から脱おじさん化するための方法5選ということで、皆さんにですね、僕自身がめちゃくちゃ意識していることをですね、5つ挙げさせていただきました。変わらないっていうこともすごく大事だと思うし、変わらないで居続けるということはすごく重要だと思うんですけども、まあ、自分のコアだとか芯の部分はしっかりと保ちながらも、新しく出てきた価値観に対しては柔軟に対応しながら、ファッション、ヘアスタイル、スキンケア、体型管理、こういったものをうまくですね、アップデートしながら、若々しさを楽しみながら保っていくというのは、僕はすごく楽しいゲームだと思ってるんですね。もうゲーム感覚でやっています。半分ジョークぐらいで、自分を実験台としながら、ゲーム感覚で僕はファッションも楽しんでいますし、アンチエイジングみたいなものを楽しんでるわけなんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、このゲームなかなか楽しいので、少しずつでもいいのでトライをしながら、40代以降もですね、アクティブに一緒に楽しめたらなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、いろいろとお話をしていきたいなと思ってるんですが、普段こちらの動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドとか専門ブランドだとか、そういった知識だとか、あとは結構メンズ美容の話ですね、先ほどシミ取ってきましたとか、あと眉毛とかも僕いじってて、アートメイクっていうのを入れてるんですね。眉毛の形を綺麗に整えて、結構薄めのタトゥーを入れることで綺麗な眉毛を維持してるわけなんですが、こういったメンズ美容のいろんなトライアンドエラーもですね、普段の動画の中ではあんまりお伝えせずにですね、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構赤裸々にいろいろとお話をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですね。今回の動画もそうなんですけども、ついつい動画が長くなりがちなので、僕のおすすめのアイテムですとか、コーディネートの提案なんかは、オンラインサロンの方で文章と写真ベースで、だいたい1、2分ぐらいで読めるような分量で、僕も毎日更新をしています。また僕以外の専門家だとか、スタイリストの方にも記事をですね、書いてもらっていますし、あとは参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができて、様々な記事をですね、1日の中で読むことができるので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。ということで、以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。